30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい第5話それそれさあ始まりました。私ですね、東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーをさせていただいております。ゆうまと申します。どうぞよろしくお願いいたします。またまた木曜日がやってきてくれました。本当にもう最近1週間の楽しみになっておりまして、木曜ナイトドラマテレビ東京系列で行っておりますチェリ魔法第5話なんですけども、今回もワクワクドキドキしました。もうちょっと皆さんで、ね、あらすじ振り返っていきたいなとは思ってるんですが、みんな見たよね、見たよね、ね。今回ですね、魔法の力でいろんな人の心を本心を知ってからですね、自分が変わるチャンスかもしれないと思い始めた足立、まあそれをまあ利用してと言いますか、ちょっと触れることによって人の気持ちを汲み取って自分が行動するということをだんだんこうやって身につけるというか、それを行動していくと相手の表情なんかが豊かになったり笑顔になったりして、ああ僕にも人を変えれるんだみたいな気持ちになってきたということですよね。そんな時黒沢は取引先の人と何やら契約のムードになっていて、ちょっとガッと怒られてるんですよ。で、足立は黒沢を助けたい一心で初めて誰かのために魔法を使おうとします。ごめんなさい、なんか髪の毛が出ててごめんなさいそして黒沢の役に立てて喜びにしたる、足立だったが、帰り道に黒沢が元カノらしい女の子女性といるのを発見して、なぜか動揺してしまう自分がいるわけなんですよ。そして私は自分の中に生まれたある感情に気づくのだったといった、まあ、ざっくりしたストーリーなんですが、振り返りやっていきますと、まず、あ、最初のシーンで黒さんは最初言ったあの怒られている取引先の橋本社長にご立腹で、それでですね、私がそこでお茶を持って橋本社長の心が分かればなと思ってパッて立ち寄るんですけど、ちょっとひるんでビビってしまったりして、いやビビってる場合じゃない、今まで黒さんに助けてもらったんだろうとか言いながら、今度は俺が黒さんを助ける番だ。もう一度お茶をこうテーブルに置いたり、ほんでおしぼりを出したりとかしても全然かわされちゃうわけなんですよね。ほんで空振りになっている時に諦めたところ、ボールペンを知らない間に落としてて、橋本社長がおいこれお前落ちたぞみたいな感じでパッと渡した時に触れ合うというかつながって、橋本社長の気持ちが分かって、なんともう私このまでのシーンで結構ドキドキして、しかもなんか足立がね、今まで黒さんに本当に引っ張ってこられて、助けてこられて、もう自信のない自分だったのに、今回は今までの感謝の気持ちをバーッとこう、思って、ちゃんとやらないといけないって言って、ビビってる場合じゃないだろう。今までに黒さんに助けてもらったじゃないかっていう、なんかね、あの心の声と、足立の顔に私、ジーンと来て、これも、私だけかな、結構なんか泣きそうになったんですけど、ってなんかかっこすごいなって、なんか男らしくなってるな、なってきてるなって、なんか人に思われる好まれるってすごいパワーなんだなと、いろんなことをマクロさんが一生懸命私に対してきた愛情をちゃんと受け止めてるんだなって嬉しく思って、私もなんか震ってきたんですけど、で緊張感がガタ触れて、実際橋本社長何を求めてんだろうと思ったら、皆さんびっくりしましたね。モンブランが欲しかった。まあ、あの機嫌が良くなってモンブランを出してですね、で黒沢と私が二人きりになって、まあ実は橋本社長はジンクスで、なんかのプロジェクトとかの時はモンブランを食べるとなんかいい傾向に向かうっていう自分で思ってたんですね。それが今日の今回の商談とかなんでないんだって、やる気あんのかっていう現れのご立腹だったと思うんですけど、それでですね、まあなんで黒沢と足立が二人きりな時に、黒沢がなんでそのモンブランを出したのって、なんでその橋本社長が好きだっていうこと知ってたのみたいな、橋本社長がいい気分になるっていうのを知ってたのって言ったら、なんか私はなんでそれを知ってたのってこう聞いた時に、なんかめちゃくちゃ黒沢が聞いた時に、黒沢と私の距離がバッて近くなるんですよ。みんな見た時、なんでそれ知ってたのって黒沢からかっていくの、あん時の近さがもう私キュンキュン来て、もうあれ間に入ってたらもうやばい、もう私即死しちゃう、もう二人からこう来られたあすいません、あ興奮しちゃった。それでですね、まあ、黒沢の役に立ててすごく私は喜んでいやーってなって、恥ずかしさ隠すために
黒さんがどっか行ってから、コピー機めっちゃ可愛くなかった。コピー機の頭入れて、キャーってかくれんの。これ、ね、やった役に立てたよみたいな。すごい可愛いなと思って、いつものあのかっこいい爽やかなオープニング、てててて、てててて、に入るんですよ。すごく今回もいい入りだわ。素敵なドラマだわ。と、心は静かにされました、私。さあ、そしてですね、変わるシーンは変わりまして、つげがの家で、配達員港を待っているつげ、これまたこっちも童貞で、お気持ちが分かってきたんで、可愛いんですよね、つげも。港が猫のうどんが好きなの知っていて、猫で港の機嫌を取ろうとして、猫のお家、家、ハウスをこうやってね、玄関近くに置いたりとか、つげはそんな港にキュンとなってるわけなんですよ。可愛いなーって、こうやってうどんよしよしよしってかって、ほんで、なんか具合興奮してるそのつげを見て、みんなとか、具合悪いんですかとか、いや大丈夫大丈夫って、んで、うどんを返すときにちょっと触れ合うじゃないですか。なんだよ心配させんなバカって、逆にみなとが心配してんの、つげからしたら、俺も心配してくれてんのみたいな。そこでまたもうこの二人のやりとりも今後どうなっていくのか、すごく見物でめちゃくちゃ私は楽しみなんですが。さあ、そしてまたオフィスのシーンに戻りまして、後輩の六角がお腹すきませんってランチの時に、足立を誘いまして、幕の内弁当プレゼントします。これ何って言ったら、やばい、もういろいろと胃薬買ってもらったり、お世話になって、とか言ってさ。で、人の心とは知らず、六角は足立のことを、聞くばかりがすごくできて、素晴らしい先輩です、足立先輩は、みたいな、リスペクトします、みたいな感じになるんですよ。で、親の魔法バレてなかったんだ、みたいなホッとするわけなんですが。そしてまた、人に認められる快感を得た足立はですね、けどこうやって前に踏み出せるようになったのは、黒沢が、もう自分のことを好きになってくれたからだ。俺のことを好きになってくれたら、ちゃんとやっぱ感謝してるんですよね。で、そんな夜、会社から出ようって帰ろうかなと思うときに、雨ですよ。六角と足立が傘で二人入ってて、パッと外を見ると、黒沢と元カノが、二人でいるとこを見てですね。私はショック。で、もう肩を落として一人でバッと雨に打たれて帰るわけなんですよ。その時の後ろ姿と、表情がもうなんか切な、可愛いの。もう雨に濡れた子犬みたいで、もう私もう絶対にギュって抱きしめちゃういたら、もう、可愛いな、あの時。それでですね、私は元カノ黒沢の家に、元カノが黒様の、家に泊まる夢を見てしまうんで、見てしまうんですよね。で、黒沢の、夢の中のおしゃれ顔を見ました。なかなか似合わんで、あれ。で、赤ワイン転がして、なぁ。で、また横顔が綺麗。もう、ね、彼女がこうやって寄ってきてキスする前に、ちょっとビクビクってすんのよ。あの表情もキュンってきた、黒沢の。もうなんか、夢でもいいやん。あんな夢覚めんといて、ちょっとやってほしかったなって。いや、それはもう、それは私とやってくれる方がいいよ、チュッチュは。彼女よりね、私的にはゲイだから。で、次の日の朝、黒沢に、ふさわしいのは、やっぱり女性なんだと、僕なんかじゃないと。で、俺たちの関係は何なんだ、たかが、やっぱり同期だろう、みたいな、同期だろう、みたいな感じで、一人ごとでずっと心の中で思うわけなんですよ、足立は。で、黒沢、は、後輩が寄ってきてですね、提案書をお願いしますってこう言うんですよ。で、それを見つめる足立の時の後輩にね、提案書お願いしますって言われた時の、これ、私だけなんかな、黒沢の、ちょっと待って。このね、声がめちゃくちゃセクシーなの。ちょっと待ってっていう。何なんだろう、私このちょっと待ってにキュッてして、待てないんですけど、みたいになっちゃいました。それでもういいって、もう足立はもういい、もう帰ろうってなって、で黒沢が、いやこの間の俺ちょっとご飯でも行かないかって私に誘ったら、いやいいですって言ってパッて行くんですよ。今日ちょっと急いでるんでみたいな、家まで送っていくよ、いいです、みんなか体調悪いんだろ、早く帰るしみたいな、いや無理すんなよって、無理なんかしてないですよ、やきもちして怒るんですよ。で、無理なんかしてねえよみたいな。ちょっとこう、タメ口感覚で行く足立もなんか可愛くて。今までこう、会社の中とかで黒沢が、には頼り切ってるから結構こう、下手に出てたのに、もうやっぱこう、仕事どころじゃない、心がこう、わーって乱れてきてるんですよね。プライベート感に引っ張られる自分の気持ちで、タメ口で、なんか、
そんな、無理なことしてねえみたいになっちゃってる私がいて、けどやっぱ無理してパタ倒れてしまいます。で、そんな、どうよ、お姫様抱っこで、キュッと、何あれ、全然大丈夫じゃないだろう、つってさ、タクシー乗せてもらって、ねえ、その時よ、黒沢と元カノのことを考えてたらそうなったんですけど、倒れちゃったんですけど、で、元カノがね、ガッとタクシー乗り込んでくるんですよ。それでまあ、また予告入って、ね、次の第6話につながるわけなんですけど、ね、なんかね、やっぱ最後の方に言った足立が、俺は黒沢の気持ちが、やっぱこう元カノにまた戻ってしまう、変わるのが寂しいんだよって言った、この心のセリフが私もたまらなかったですよね。で、まあ、第6話、続いては、まあ、なんか同棲スタートの予告が出てまして、私の寝顔にパッと触れようとする黒沢なんかが映ってたりとかするわけなんですが、今回も、さっと振り返させていただきましたけども、第5話、皆さんいかがだったでしょうか？もう、かわいい。かわいい、かわいい、かわいい。もう、あたちかわいいよ。黒沢かっこいいよ。またですね、5話の胸キュンシーンなんかも私が選びます独断と偏見のベスト3もお届けさせていただきたいなと思っておりますので、よかったらそちらの方もご覧いただきたいなと思います。この期間にぜひともいいねボタン、そしてまたまたちりまほどについて語っていきたいので、チャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いします。皆さんからたくさんのコメントお待ちいたしております。以上、新宿2丁目ゆうまチャンネルでした。ありがとうございました。それそれ。